カルロ・ビアドはフィリピンのビリヤード選手。カルロ・ビアド・ラウニオン州の出身。13歳の時にビリヤードを始め、学生時代にはビジャモール空軍基地のゴルフ場でキャディをしていた。仕事が終わると夕方にはビリヤードをしていたという。高校1学年の時に中退し、スポーツが生活の糧となった。経営を手伝っているビリヤード場で掛け金を稼いでいた。二千十五年。 プリングウィズ・ピエ世界テンボール選手権の決勝に進出し、ノックアウトラウンドでデビッドアルカイデとニコス・エコノモポロスを破った。しかし最終的に台湾の子、PE29 から11で破れた。2017年、2017年ワールドゲームズの男子、9ボール種目でイギリスのジェイソン・ショーを11から7で破り優勝した。 同年、同国のローランド・ガルシア選手を13から5で破り、2017年、プリング・ウィズ・ピエ世界ナインボール選手権で優勝した。翌年のイベントでも決勝に進出したが、ジョシュア・フィラーに10から13で敗れた。2019年のプリング・ウィズ・ピエ選手選手権で決勝に進出したが、ケビン・チェンに12から11で敗れた。ありがとうございます。